鈴島は、三重県北室郡北北町、三浦海岸の東の沖合約2キロメートルの熊野灘に位置する南北8 0 0ル東西6 0 0ルの大きさの無人島。島内には、鈴島池という海跡が見られる。貴重な植物の群生地であると同時に絶滅危惧種の冠ンウミスズメ等の鳥類の生息地となっている。島名は、本土の紀北町三浦にある、 鈴島山海蔵寺から取ったとされる。戦後に至るまで鈴島の自然の貴重性が注目されることはなかったが、魚月林として漁民に守られてきた。一時は佳境し、観光地化する計画もあったという。まず、1956年5月2日に鈴島団地生植物群落として、島の北側4ヘクタールが三重県指定天然記念物となった。 北側のみが指定された背景には、南半分の森林が伐採されてしまったということがある。続いて1968年3月18日には、近隣の丸山、赤の島と共に、増殖産後群生地として、三重県の天然記念物指定を受けた。鈴島を含む、紀伊長島地区は1979年、小笠原諸島と共に国指定長十保護区の特別。 保護地区に指定されている。特別保護地区指定は10年おきに更新され、2009年11月1日からの更新では指定期間が20年に延長された。以下は、鈴島で見られる主な動植物である。鳥類が34か74種確認されている。このほか、本土から渡ったとされる日本ジカや日本イノシシが確認されている。増殖産後は23種いる。 商用樹林が発達する。人工的なヒノキの植林も見られる。西側の高塚山展望台から望む、鈴島、左奥に、赤の島 ABCDEF、角川日本地名大辞典編纂委員会、昭和58年、626ページ AB30 件、教育委員会事務局社会教育、文化財保護室、年代不明 AB30 件。 教育委員会事務局社会教育文化財保護室みんなで守ろう。生かそう。三重の文化財増殖産後群生地 AB 環境省2009年、A、AB リクルート鈴島団地生植物群落の基本情報じゃらん観光ガイド三重県環境森林部自然環境室三重県の木永島地区の天然記念物鳥獣保護区についてありがとうございます。